皆さんこんにちは。ついに XM 初参戦、霊夢です。待っていたぞ霊夢。マリサです。って、有効証拠金銭円は少なすぎないか。大丈夫よ。それくらいの方がいいのよ。私は今日のために、企画を用意してきたわ。どんな企画なんだ？今回はみんなで目指す1兆円。っていう企画よ。なかなか面白そうじゃないか。内容を説明してくれ。わかったわ。まず、全員1000円を用意します。そこからこの XM を使って増やしていきます。全員の有効証拠金を合わせて、1兆円を超えたら企画達成よ。なるほど。でも、参加者の有効証拠金はどうやって確認するんだ？あ、考えていなかったわ。確かに確かめる方法がないわね。まあ、そこら辺はおいおい考えるわ。それよりも、ドル円、買いで入ったわよ。おお、ついに始まったのか。緑のラインがエントリーの位置ね。赤いラインが決済の位置ね。そこまで行ったら自動的に利確されるわ。一気に増えたわね。このまま。ドキドキするんだぜ。そろそろ、来い。来たー。これで大体30円くらい儲けたわ。え、たった30円？侮るなかれ。たった30円でも元が1000円だったことを考えると 3% よ。素晴らしい数字だわ。確かに。それを繰り返して、どんどん利益を積み上げていくっていうわけなのか。そうよ。それで私は1兆円を目指すわ。さっきのところで利確しなかったらもっと儲かっていたけど、そんなたらればは危険ね。ここら辺で、上昇の力が衰えてきたのを感じたわ。そして、ここで陰線が出始めたのを見て今度はショート、つまり、売りでエントリーしたわ。でも、これが失敗だったわ。ちょっと上の方でもみもみした後、やばいと思った時にはもう遅かったわ。さっきの買いのポジションを持っておけばなーって何回も思ったわ。赤い点線は損切りラインよ。ここを超えたら強制決済になっちゃうわ。あ、ロスカットされたんだぜ。一瞬の出来事だな。さっきの儲けが一瞬で消え去ったんだぜ。まあ、そんなもんよ。今回はお試しで入れてるから大丈夫よ。次回から本格的に爆益にするから、楽しみにしていてね。というわけで、ここからは XM の魅力について、語っていくわ。XM は FX ができるところだと思ってくれていいわ。GMO とかと同じね。でも、GMO とかにはない2つのメリットがあるわ。1つ目、レバレッジが最大888倍。888倍？そうよ。国内の FX 会社が25倍なのと比べると、圧倒的ね。でもその分損をするのも早いって聞くんだぜ。暴落に巻き込まれて借金とかはしたくないんだぜ。大丈夫よマリサ。XM のメリット2つ目。お衣装がない。そうよ、XM はゼロカットといって、資金がマイナスになった時に強制的に決済してくれるし、その上で、マイナスになった分は XM が補填してくれるのよ。だから、少ない資金から始めて、大きく勝つまでゼロカットを思う存分使うことが可能よ。なるほど。ゼロカットがあると、戦略が広がりそうだな。私は貧乏だから、1000円から始めるけど、1万円くらいから始めてもいいかもね。少しでも興味を持ってくれた方は、概要欄にリンクを貼っておくから、ぜひ一緒に1兆円チャレンジに参加してほしいわ。参加してくれた方にはもちろん、何かあるんだろうな。参加してくれた方には、なんと、それはおいおい考えます。考えてなかったのか。でも、結構面白そうな企画なんだぜ。皆さんのご参加待ってるわ。それじゃあ、もう次の動画撮り始めないといけないから、今回はこの辺で、次回からは爆益動画がバンバン上がるから、期待していてね。それじゃあ次の動画まで、ゆっくりしていってね。